皆様ごきげんよう。カラスマンリスです。せっかくの長期間のお休みなのにお出かけしにくい。どうせならこの時間を楽しく有効活用したいということで、今回は超簡単直線縫いだけでできるヘッドドレスの作り方をご紹介したいと思います。でも近くに手芸屋さんなんてないし、手芸初心者で通販だとどんな生地か分かりにくいという方もご安心ください。なんと今回使用する素材は糸以外は全部内装さんで揃っちゃいます。なので材料費はたったの500円。これなら失敗しても怖くないですよね。今回使用した素材はこちらです。もちろん普通の手芸屋さんが近くにある方は、手芸屋さんの方がいろんな色や素材を広く取り扱っていたりするので、内装じゃなくても OK。 自分好みの生地やレースで作っていただいても大丈夫ですよ。今回私はナチュラルな風合いにしたくて、綿レースとダブルガーゼにしましたが、手先が不器用な方や手芸初心者さんの場合はダブルガーゼは少し取り扱いにくい生地だったりもするので、伸縮性のない平織りの生地などもおすすめです。必要な道具は以下の通りです。綿の生地は縮みやすいものもあるので、たっぷりの水に 1-2 時間浸して半乾きの状態で綺麗にアイロンをかけておきましょう。まずは 32×8cm の長方形の型紙を作ります。縫い代は 1cm でこの中に含まれています。型紙は半分の長さで輪立ちにしてもいいですが、初心者さんだと布の目に対して歪んでガタガタになりやすいので、できれば模造紙などの大きな紙を使って1枚の型紙にした方がいいでしょう。この型紙に合わせて端切れから2枚と真珠を1枚裁断します。ダイソーさんの真珠は気持ち厚めなのですが、手芸屋さんで買うときは薄手のもので大丈夫です。さらにリボンをご覧の通りの長さに裁断しておきます。リボンは端をほつれ止め液や布用ボンド、ライターの熱処理などでほつれ止めをしておきます。この後行と別にまとめて分けておくといいでしょう。レースは後に生地に合わせて裁断します。裁断した2枚の端切れのうち1枚の裏側にアイロンで接着芯を貼ります。設定温度は中温で OK です。アイロンを使用するときは火傷しないように気をつけてくださいね。アイロンを滑らせずに押し付けるようにしてきちんと持ち上げて移動させてくださいね。使用した後は都度電源を切ってきちんと安全な場所で温度を下げてくださいね。火災の原因にならないように注意しましょう。真珠を貼った方の生地に飾りを足していきます。編み上げ用のリボンの目印を図の通り、チャコペンやフリクションなどで打ってください。目打ちを使っても OK ですよ。目印の位置に合わせてピンで留めて、端から 5mm のところをミシンで縫ってリボンを固定します。固定できたら布端からはみ出たリボンはカットしておきましょう。先が不器用で難しい場合は、手縫いでしつけ縫いをしたり布用のボンドを使用してもいいです。ただ後で縫いにくくなるかもしれないので、グルーガンは避けた方がいいでしょう。両端から1センチよりも気持ち内側のところにレースを垂直に留めます。それから 3-4 回タックを作りながら、生地の両端に対して水平になるようにカーブを作ります。このレースはギャザーが寄っていますが、これだけではフリフリ度が足りないので、この後は3センチごとに1センチ程度のタックを作りながら、
ピンで生地に仮止めをします。もっとフリフリさせたいという人はタックを2センチに増やしても大丈夫ですが、少し扱いにくくなるかもしれないので、初心者さんは1センチにしておきましょうね。反対側も同様にしていきます。この時にタックの倒れる方向が同じ方向になるようにしましょう。これは好みの問題もありますが、方向が揃っていた方が綺麗かなと私は思います。互い違いにならないように注意しましょうね。タックの部分をしっかり押さえながら、布の端から7ミリのところをミシンで縫っておきます。手縫いの方は仮縫いでも OK です。布の中心に合わせて両端に結びリボンを仮止めしておきます。こちらも端から7ミリのところで仮縫いをしておくといいでしょう。縫い付けたら邪魔にならないように折りたたんでまとめておきましょう。今まで作業をしてきた生地の上に真珠を貼っていない方の生地を中表、つまり内側に表面がくるように重ねます。ズレが心配な方は待ち針やクリップで留めておきましょう。長い辺を一つ残してコの字になるように縫っていきます。縫い終わったら 2、3 ミリ程度残してハサミでカットして角を落とします。アイロンで縫い代を割りましょう。この字の口の開いている方も端から1センチのところでアイロンをかけておきます。開いている方から生地をひっくり返して表面を表に出します。しっかりと角を出して折りたたんでおいたリボンはこの時に外しておきましょう。最後に長方形の辺4つを布の仕上がり線から1ミリメートルほど内側に仕上げのステッチをかけていきます。この時開いている方の辺のミシンが落ちてしまわないように注意しましょう。自信がない方はおの字とじや縦まつりなど手縫いで縫い閉じてからミシンでステッチをかけたり腰止めで仕上げていただいても大丈夫ですよ。次に飾りリボンを作っていきます。リボンの上羽を半分に折り曲げて中表にします。端から1センチのところをミシンで縫ったら縫い代をアイロンで割り表に返します。下羽と中心が重なるように縫い合わせたら、山折りと谷折りを作って中心を細幅のリボンで隠します。この中心のリボンは縫ってしまった方が丈夫ですが、細かい作業が苦手な方は布用ボンドで貼り合わせて乾くまでクリップなどで留めておいても大丈夫ですよ。リボンが2個仕上がったらヘッドドレスの両端に縫い付けて完成です。ダイソーさんにはそこまでいろんな種類のレースは売っていませんが、レースでアレンジも楽しめちゃいます。はみ上げじゃなくはしごレースに変更しても簡単でとても可愛らしいですね。汗をかいてリボンが汚れるのが嫌だったり、マスクをするときに邪魔に感じる場合は思い切って結びリボンをなくしてウィッグピンを取り付けてもいいですね。ヘッドドレスの長さをお子さんの頭のサイズに合わせて調整すれば、ロリータファッションに憧れる子供さんの夢も叶えられちゃいますよ。布の大きさにもよりますが、1枚の端切れで2個から5個くらいまで作れるので、バリエーションを楽しんだり、マスクとお揃いにしてコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか。いろんなアレンジでこの世に一つしかない自分だけのヘッドドレスを作って楽しんでくださいね。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けたわかりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、唐津マーリスがお伝えいたしました。